一番欲しいのがリオレースなんですけれども、他にもね、いやでもリオレースかな、やっぱ。でもね、プケプケも欲しいんだよね、プケプケ。めっちゃ可愛くね、この顔。ちょっとオルゴデイビーラっぽいプケプケさんもちょっと狙いで。あとアンジャナフと、いやでもこの重量感あふれるボディもいいよね。アンジャナフ。そしてこっちにもね、映ってて、クルルヤック。そして、うわ、この丸飲み感。丸飲み感が半端ないドスジャグラス。そしてね、横、ザン、やべえ。やばい。これもラスボスでしょ。ゾラー、マグダロス。めっさかっけー。モンスターハンター、スタンダードモデル、プラス、ボリューム9と、ボル9ということで、早速あげて、1個しかゲットできなかったから、まあ、どれかって言われたら、まあ、何着てもいいんだけど、できれば、この重量感ボディのやつか、こうシュッとしてリオレ、まあ、リオレース一番好きだからな。イケメンじゃシュッとイケメン。シュッとイケメン。シュッとしてるボディの、シュッとイケメンということで、いきます。さて。何が来るか？いや、緊張すんな。緊張すんの、いや、まだまだ、まだ、でってる、でる、でってる、でってる、めっそもって、マジでか。ゾラ来ました。マグダラオス。ゾラマグダラオスだ。何このゴジラ感溢れる。重量感溢れるボディ。もうゴジラじゃん、こいつ。すげえ。めっさかけちまった。ちょっと待って、ハサミでちゃんと切ろう、ハサミで。うわぁ、てか、重たっ。てこの迫力。ゾラパナクねえか、これ。これ完璧ゴジラじゃん、もうこの圧倒的迫力。すげえ。でか、あ、もうこの辺に飾ろうかな。やばいな、これ。かっこすぎ。そんで、台座と、残りのパーツをセッティングして、完成。いやもうこれみんなもう、じゃあぶっちゃけ何着てもよかったんだけど、最高だわ。めっちゃ、いやこれ最高。ゾラ。ゾラやばすぎ。で、これがね、ボーナスパーツってやつで、全種揃えると、このボーナスパーツ合体できるんだって。やろうか。これ、いやー、やばい。これできるかな、でも。ちょっと不安になってきた。コンプしたいんだけど、あるかな。すげえボーナスパーツも組み立てたいんだけど、それよりも正直リオレウスが欲しいんだよね。いやでもまたちょっと探してあったら買ってくるかな。リオレース狙いで、ちょっとやりたいね。すごすぎる。すごすぎるこの迫力。うわ、でけえな。マジかっけ。この重量感やっぱいいね。重量感あふれるボディ。これでかいボディってやっぱ憧れ入るよね。なんでも怪獣でも人間でもさ。すごくねこれ。いや、このゴジラとのダブル重量感あふれるボディ。たまらんすぎる。すげえかっけえ。やっぱゴジラもかっこいいけどな。ゾラもやばいな。ゾラもやばいな。ダブルゴジラ。もう完璧なのゴジラだよ、これ。完璧なね。すげえゴジラ感半端なくね、これ。このシリーズ、マジでさ、クオリティすごいよね。もう神コーじゃない？この細かいところの作り。すごいな。ザン。うわぁ。もうゴジラに見えるもんね。ゴジラの迫力がもう、こいつにも備わっている。すげえ、ダブルゴジラ。やば、ゾラかっけえ。もう大満足だ。リオレース欲しかったけどね。リオレースすげえ欲しかったけど。もうちょっと並べるか。ちゃんと。リオレースと、うおー、ゾラ。そして手前にゴジラ。何この幸せ。ということで今回はゾラ、マグダラオス、ゲット降臨伝でした。めっちゃかっけえわ。やっぱこのシリーズいいね。ボーナスパーツも本当にやりたいんだけど、マジで、個人的にリオレウスが本物を早く見たいので、次回もこのリオレウスを狙って買ってこようと思います。それではまた次回、全集合バイバイである。いや、ゾラかっけえな、リオレウス。このシリーズのリオレウスと早く並べたいね。絶対かっこいいぜ、これ。いや、楽しみだな。早く探さなきゃ。